それに対して干されニシンが干されニシン。でもどうなんですか、あの昔はやっぱそんなイメージありましたけど、今いや多分変わってないです。うん、ちょっとやっぱダブル吹き上げと電陣はちょっとね、やっぱそうなんだよね。別に最強キャラってわけではないんだけど、なんでしょうね、なんかサードの断りに反してる何かある気がするんですよね宇宙の法則だけだね。そうだね、なんかちょっと外にいる感じはある。うん、効力バンバンの後にで、ブロッキングしたのに効かないリーパーじゃないですかあの悪魔のあれと一緒なんか匂いはそう、あの視聴者の皆様ご存知かもわからないですけど、攻撃後のバンバンした後のリープちゃんと当てるとね、なんか反撃ない。もう持続の最後とかをきっちりやると。あ、ちょっと雑談が終わっちゃった。うわ、早いですね。さあ、トミニーがまず1本。1本。やっぱりね、サードの面白いところはやっぱ格上だろうが大変なので、そうですね、まあ、2作とかだとやっぱりそれなりに、ね、実力通りでイメージありますけど、やっぱこのゲームのギャンブル性で用意どんで一発すると、いや荒れるよね、本当に。やっぱりまあそれがやっぱ人気の理由で、面白いなってやつの一つだと思うんですけど、さあ、なかなか傭兵神が自分の動きができていないか、させてもらえない。誠の嫌な、なんもない、さあ、これはここから行くか、行くか、ここから行けるか。ああ、壊し強い。シップとちょっとね、ブロってもあれすごい難しいですよね、判断が。中盤ダッキングは一応かくるんですけど、ゲージないと、ね、ゲージないと単発で終わっちゃうからね。おお、おかわりのカニパンシャス。おっ、おっ、手黒缶が負ける。そう、男の踏み込み、なるほど、踏み込み出し切る。あ、でも一応ね、あれ飛べないんですよね。ああ、お、ああ、これね、拾うのダメでしょ本当に。さあ、富に強し、富永